こんにちは、マシです。ご視聴ありがとうございます。本日の動画は、また素潜り動画になるんですけれども、撮影日は7月の4日。この時期は、ブルーギルが産卵床を作ってね、卵を守っているんですね。この親の個体をたくさん捕まえていきたいという風な動画になります。最近はですね、ブラックバスの産卵床を守っている個体を捕まえる動画や、ブラックバスの卵が孵化して帰った小さな子供たちをね、捕まえる動画なんかも上げておりました。ぜひ、そちらもね、見ていただければと思うんですけれども、そのブラックバスの産卵の時期が終わった後ほどあたりに、このブルーギルたちは産卵床を作って卵を守り孵化させるっていう、ね、形態を持っております。今日はブルーギルをたくさん捕まえていくんですけれどもね、捕まえ方なんですけども、見てわかる通りね、めちゃくちゃ簡単なんですよ。ブルーギルもブラックバスと同様に産卵床を守っている個体に関しては、威嚇するために逃げるどころか近寄ってくるんですよね。だからもうそれをただ網でパッと取るだけっていうのでね、これほど簡単な捕まえ方はないですよ。これなんか正直誰でも取れるし、そんななんかもう難しい説明すらいらないんですよね。はい、もう勝手に網にポンポンと入っていきます。でギルを捕まえるのはすごい簡単ではあるんですけども、ブラックバスと違って数がもうとんでもないんですよね。基本的に地面が砂地のところに産卵床を作っているんですけれども、砂地の中に小さな石がゴロゴロしている場所で、なおかつ少し掘れている場所があると思うんですが、これがブルーギルの産卵床ですね。まあ、映像の中で見る限りでもこんなすごい数ありますよね。捕まえるのは簡単だけれども、この数をね、全てさばき切るっていうのは、それはそれで労力がかかってしまいます。で、ブラックバスの産卵床の場合は、卵を見つけたら手でね、散り散りにして孵化させないようにさせてたんですけれども、ブルーギルに関しては、わざわざそこまでする必要性もあまりなくてですね、今正面見えているのが、ビワヒガイ。ビワ湖固有種のお魚ですね。ビワヒガイさんがね、今ブルーギルの産卵床を口でポツポツなんかやってるんですけども、まあ、お察しの通りね、ブルーギルの卵をめちゃくちゃ食い漁ってますね。ブラックバスの産卵床ではビワヒガイ食べられてしまう大きさだからかわからないんですが、あんまりこうビワ被害がブラックバスの卵をつついてるところを見たことはないんですが、ブルーギルに関してはものすごいつつきまくってるんですよね。ビワ湖どこ潜ってもこの時期この光景はね、よく見れるんですよね。ブラックバスの産卵床をそのままにしておくと、大体食べに来るのがブルーギルばっかりなんですよね。だからブルーギルにブラックバスの卵をね、嫌だなと思って、基本的にはチリチリにしてる感じですね。親の個体さえ取ってしまえば、そこにいる在来のね、ビワヒガイなんかがブルーギルの卵をたくさん食べてくれてね、でまたビワヒガイがね、増えてくれればいいとも思います。ただ淡々と親個体を捕まえればいいだけです。はい、戻ってまいりました。今回の成果を発表していきたいと思います。こちら落ちていたルアーやワームたちですね。こちら潜ってると景観にも悪いですし、針が刺さったりして危ない可能性もありますのでね、こちらお持ち帰りさせていただくのと、そして取れたブラックバスブルーギルですね、こちらです。はいなかなか取れたでしょう。ブラックバスはまた別ですが、ブルーギルに関しては全て産卵に参加していた個体になりますのでね、卵と合わせたら何匹駆除したことになるんでしょうか。今日はね、こちら閉めてお持ち帰りするんですけれども、お持ち帰り先がね、いつもと違います。今回は、ね、高島市にあります居酒屋さん、うはるさんっていうところがあるんですけども、以前からそちらの店長さんと仲良くさせていただいておりまして、捕まえたブルーギルブラックバスをね、特別に今回プロが調理してくれるっていうお話になっております。楽しみですね。では早速うはるさんのところに行きたいと思います。さあ本日調理していただきますは、こちら近江今津駅から徒歩2分にあります居酒屋さん、こちらうはるさんですね。店主の山本さん、本日はよろしくお願いします。失礼します。じゃあ山本さん、こちらクーラーボックスの中に入っております。開けてみてください。大量に捕まえてきましたよ。ド直球に和食で。はい、そうですね。はい、ぜひぜひお願いします。はい、はい、結局取れた数なんですが、ブルーギルが31匹、ブラックバスが3匹という結果になりました。一旦ね、3匹ずつバスとギルをね、料理していただいて、それぞれね、食べ比べをね、していこうと思います。でまあ、1回の産卵数が約2万粒以上というふうに言われておりますので、 31×2 万粒ということでね、62万31匹の数を減らしたという形になります。まあ、あくまで推定っていうことですけれども、まあ、たくさん取れたっていうのはね、多くの方に伝わるんじゃないかなというふうに思います。
トロッコを取った後で、もう一回たわしでぬめりを取ってあげると、それで臭みがより取れると。なくなりますね。中の中見ますか？白子が。おお、なんか入ってる、なんか入ってるぞ。エビ、スジエビ。これなんかヤゴっぽいな。そうですね。今回捕まえたブラックバスはネストを守ってる個体でも何でもないので、そうね、バクバク食べてる最中の個体なので、スジエビが大量に入ってましたね。卵が。うわ、すごっ。うわ、うまいの。うわ、びっしり入ってますね。うわ、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 うわ。この個体、かなりでかい個体ですしね。生まれる前にこうやって取れてよかったです。霜降り、はい。お湯をかけて。あ、煮付けにする際にはするんですね。ここに残ってる汚れとかぬめりを取る。あー、なるほど。特にこの子たちの場合は癖があるので、はい、この辺に残った鱗ですね。あ、はいはいはい。こちらをお湯にかけてやることによって、皮が縮むので、鱗が取れやすくなるんですね。うわ。すごい。他の工程見てたらもういつの間にか塩焼きが完成してもらってる。鮮度がいい証拠で、はい、焼くと、はい、こう形が勝手に、ああ曲がってるってことですか、はい、いいんですか、こんなになんかブルーギルとブラックバスにここまでしていただいて、はい、い素晴らしい。いただく魚には最大の敬意を、はい、ということでありがとうございます。ブラックバスとブルーギルの焼きになります。早速ね、食べ比べの方をしていきたいと思います。ブルーギルの焼きいただきます。おー、おいしい。全然癖がないね。全然臭みもないし、皮がちょっと分厚いのと骨、小さい骨が多少あるのが難点だけれども、脂も結構ね乗っているので、すごい食べ応えがある味ですね。非常に美味でございます。じゃあ次はブラックバスですね。箸を入れる感じはブルーギルよりもすごく柔らかいですね。箸がすんなりと入っていきます。はい、ブラックバス、いただきます。うわー、むずいな、こうつつけがたしむずいな、これ。うまいけど両方一長一短ですね。ブルーギルは皮が厚いのと小骨が多くて食べづらさっていうのはあるんだけれども、味はすごいしっかりしてて、とても食べ応えがある。それに対してブラックバスは皮はそんなに硬くないし、箸がすごい通りやすいけれども、身が少しパサついてるような感じがブルーギルに比べて少しするような気がします。非常に難しいですが、個人的にはブルーギルの方が美味しいと思います。焼きはブルーギルの勝利です。あー、来ました。お待たせしました。ありがとうございます。おー、美味しそう。醤油のところにちょっとこう油が浮かんでるな。これ全部もうバスとギルから出た旨味と油でございます。あー、もう調味料の油は一切使ってないところですね。テッカテカなっちゃってますねこれはうまそうだ。煮付けいただきます。ブルーギルの方からね食べたいと思います。いただきます。あー、うますぎる焼きのブルーギルだと皮がねちょっと厚かったんだけども、煮付けにすることによって皮の厚みがなくなってね、食べやすさが倍増しましたね。食べやすすぎる。ブラックバスの煮付けいただきます。うまいなぁ。うわ、むず、これはむずい。でも個人的にはブラックバスかな。焼きはまだ違いがあったんだけど、煮付けになるとね、もう正直あんまり違いもわかんないんですけど、なんか舌触りがなんかブラックバスの方がちょっと食べやすい感じがしたかなと、食べてすっきりしたかなという感じで、ブルーギルはもともと味が濃いので、まあ、煮付けまでしちゃうとこうちょっと味がかさばってしまうようなところも見受けられるかなと。ほぼ違いないけども、一応ブラックバスの方が美味しかったかなと思います。お待たせしました、はい、3品目でございます。3品目、山さん、まずこちらブラックバスです、はい、ブルーギルでございます。ブルーギルね、天ぷらでございます。ブルーギルからねいただきたいと思います。いただきます。ブルーギルはね本当に味がいい。ただただ素材がうまいね。シンプルに味の暴力めちゃくちゃうまいです。ブルーギルの天ぷらはかなり僕感動してます。めちゃくちゃ美味しい。ブラックバスのね天ぷら、こちらもいただきます。あ、ブルーギルだからうまいってわけじゃなかったんだブラックバスもマジでうまいわ。山本さんの揚げ物のレベルがすごすぎる。これはちょっとね本当に美味しい。まあ、箸止まんないもんねこれ。これはね本当に難しいけども、僕はでもやっぱブルーギルだな。ブルーギルの天ぷらこれマジで感動しました。やっぱギルはもう単体でもう旨味がすごい。ブラックバスはその辺りが少しやっぱ控えめなんですよね。
でもやっぱりこれはね、今回は僕はブルーギルが好きって言ってるけども、人によって好みで全然分かれるところだと思うし、ブラックバスがまずいとかそういう話ではない。両方とも本当に美味しい。プロの料理人の方がね作るとね、なおのことマジでうまい。はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。本当に美味しかったです。ありがとうございます。ウハルさんなんですけども、今回みたいにこうブルーギルとかブラックバスの持ち込みみたいなことはお断りさせていただいておりますので、そちらだけちょっとご了承いただければと思うんですけれども、ただ僕の推しのお魚がありますので、ちょっとそれをね紹介したいんですけども、こちらですね。はい、はい、これね、フナのお刺身なんですよね。僕これ大阪で山本さんがお店されてる時に食べさせていただいて、もうね世界観が変わりました。めちゃくちゃうまいんだなと。皆さんね結構フナ舐めてるでしょ、川魚みたいなイメージ持ってるかもしれないですけど、これねやっばいほどうまいんですよ。これ、ちなみにフナは、種類は、これは銀ブナですね。銀ブナですね。はい、バキの町海津漁港のエリっていう定置網にかかったフナです。うまい。うまい。山本さんが一番今まで食べた中で美味しい魚がフナです。フナです。ね、持ち込みはできないんですけれども、上原さんの方に来ていただいたら、このフナを食べれますよね。はい、はい、あとその網にかかったものでしたらバスもギルも、こちらでは扱いますので、お包みはできないけども、はい、商品としては取り上げはあるかもしれない、水揚げ次第であります。ここは概要欄の方にインスタグラムを載せておきますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。もしよろしかったらチャンネル登録高評価とですね、ぜひよろしくお願いします。鍵になります。以上マッシュでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。